皆様こんにちは。こんにちは。ダーブラに敗れること3回、はい、4度目の正直、階級に参ります。本気のパーティー構成、本気参ります、はい、メンバーをいろいろと入れ替えました、はい、サブもいろいろと入れ替えました、うん、これでいきます。完全に攻めに転じましたね。もう攻撃こそ最大の防御、はい、これで勝ちにいきたいと思います。挑戦いや行きます。はい、HP もだいぶ高くなりましたね。前で、はい、HP だいぶ高くなったな、ね、だいぶ高くなった。マスリンだな、こっからあれ？あれ？闇？闇？あ、今、まあ、減らされてるんで時間が。まあ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 。まだ本調子じゃん。色ないし。火だらけ。いきます。はい。待て。回復も入れたいね。よし、行くぞ。はい、待って、行きます。お、これで回復の込み込みの5色、これでよし、OK、何も悪いことはない、うん、行きます。はい。厳しい戦いだな。予想以上に厳しい戦いだな。はい、参ります。今のはすごい。パズル。下手くそなパズル。うわー、すごい。下手くそなパズルやで、これ。もう先生、これね、参考にしたらあかんパズル。汚い。何がひどいって。汚い。汚い。楽しい感じがしましたけど、ね。いやっす。まずはダメよ。5色で、5色、あ、これ良さそうです、うん、楽しい感じの番組です。いきます。はい、おー、 OK、 素晴らしい。回復もして、回復回復回復、あ、まずいまずいまずい、おー、おー、危ない危ない、まずいまずいとか言うの、焦った焦った焦った、ちょっといやちょっと、ダメ、やばいかと思ったら、ランダムでランダムでドロップ1色を闇に変換かつ単発ダメージ14400ってのがあって、やばいやばいと思って結構焦っちゃいました。ハート2コンボ、はい、で次のターンでとどめに行きます。あ、でもこれ光攻撃吸収されてます。あっあっあっライさんがいろいろ発生してることについて結構忘れてて今発生してる事態をはい、光攻撃って吸収だな、はい、光がいっぱいですね。麦さんあと2ターンででも1万4000とかくるよね。1万4000とか、もういいや、全力で殴ろう、全力で全力で、もうしょうがない、全力、今やれることを。そんなの関係ねえ、関係ねえ
あ、やば、ハートを選択された。あと2、はい、一回ここでマスリンでも使って回復するか。ダメか、次で次ドクドロップきますからね。しかもダーブラは先制で毒変換プラス4710きますよ。回復して回復して、なんやこのダンジョン結構難しいな。普通に攻撃する、いきます。はい、はい、これでどうだ。よし、あ、光吸収終わりましたよ村井さん。知ってる知ってる、時代来ましたね。知ってる知ってる、把握してる、はい、ここからいきます。はい、ここから。おらー、6色だー。ハート、うん、ハート、ハート頑張って。一発マスリンでバインするか。通常攻撃が9420なんで、ちょっとこのままだとあれですね。使います、ドロップリフレッシュ、毒を飛ばします、発動。まあまあでも回復込みの前職、前職あるな。はい、前職の麦ドラ使います。麦ドラ、ダメ、ブドドラですね。あ、やばい、瀕死だ。はい、回復でも中途半端か。ブドドラ使った瞬間に光がハートになって、うん、盤面すげえハートだらけで、はい、一旦23000、まあなりますね、ぐらいにはとして、持ち直すか、一回体勢持ち直すか。使っちゃう、グレープショーゴー。入り組んでるな、入り組んでるな、いきます。はい、うわー、これでどうだ、ハートもたくさんあるな、いい感じだ。よし、オッケーオッケー、9400、次も9400ぐらい来るな。はい、通常ならもしくは火に変換7000ってのもありますね。うーん、水もないな、何もないな、うん、光もないのか、そっか。光もない、あれ悟空しか来ない、悟空しか来ない、いきます、これぐらいで。あー、また毒のやつや、ない。くっ、前よりハートがあるなってですね。ハート2コンボ毒消し他もやっす、次ハートね。え、強い。こいつまた本気のパーティーにしてきたのに、こいつまた強いですね。鉄壁の構えまであるぞ。あ、鉄壁じゃない、防御の構えまであるぞ。防御の構えまでやる。あるよね。次から比較的余力あるもんね。うん、まあそうですね。死ぬぞこれ私、ね、ちょっとこれまずいな。防御の構え、ズーン。おかしいな、いきます。はい、
参る。これ、はいはい、素晴らしい。ほい、落ち込む、もっと、おお、これ倒しただろう。うん、これいいんじゃないですか。はい、あー通じた、通じた、通じた、通過した、通過。あ、ファイヤーちょっと可愛いですね、斜めバイヤーですね。斜めバイヤー、すごいな、前に向いてないけどバイヤー。行きます、見えた、参る。はい、あ、綺麗。ハートが欲しいけどね。あら、すごい落ち込んが結構きた。やばい、これ倒しちゃうんじゃない、可能性として。おあ、ブーだ。うん、あと2。ブーちょっと強いですね。単発ダメージ15,030。強えな。あと 50% 以下で1体を3ターン行動不能にする7515。強えな。削ると 22,545。 でも HP100 万ないんで、なんか決まってれば。サクッといけるような。ラーが決まっていれば。ラーが決まっていれば。斜め入ったら決まる。いきます、斜めが入ったら決まる。はい、入らなければ決まらない。ちょっと待ってね、こういって、こう、いけそう、参ります。はい、こっから行くぞ、行きます。はい、けー、おー、うんうんうん、緑がないんで、とりあえずあれは決まらない、うん、7倍は無理だけど4倍は、4倍は決めないとあかん、うん、決めれるかな。行ってみます、参ります。ここから、はい、おー、うん、4倍は決まった。4444444444、おいった、センキュー、はい、進化進化。ドロップ操作が1秒減ります。あー嫌なやつ、嫌なやつ。難しいな。殴ります。はい、いきます、ここから。5色、お、ハートも決まった。ラーも発動。おや、お、これは撃破だな。ここまで落ち込んが入れば。おお、減った、減ったこれすごい、ちょっと見えてますね、ちょっと。こっから先1秒間ずっと減らされんの5ターンほど、5ターンも最後の最後で嫌なお土産をもらっちゃったな、ね、これ倒すぞ。はい、行きます、行きましょう、行きましょう、うん、
次がおラストからの1個前、はい、ジャーク、魔神ブー、ジャーク、まだラスト1個前か、うん、強えなあ。と2で発生してるのなかなかいい感じですね。あ、本当に、はい、優しい優しい。赤がな、うん、赤と青のこの微妙なね、位置関係ね、嫌だな、赤と青の微妙なこの位置関係嫌だな。そっちですね、なるほど、行きます、はい、決めてんのか。できた、できた。ワンパン、ワンパン。どう ?165万。あー、結構乗ってきたな。うん、行きます。はい、OK、次もちょっとラーがないけど、ああ、大丈夫、行きます。うん、 OK、よし、ここからだ。はあ、すごい。防御の構えはあと6ターン。スキルの封印があるんだよな。スキル封印されるんですよ。結構ちょっと削るとかな。多分無理だな。HP75 以下。防御の構えは諦めよう。300万のこの HP を。防御の構えは諦めて。どうするか。で、防御の構えは諦めて攻撃だな、うん、欲しいけどな防御の構え。そうですね、まあ、スキル使用封印、そのスキル使用不能の攻撃は何もしてこないのでダメージを食らわないんで、むしろもうスキル使わない気持ちでもう行くみたいな。ここからスキルはもう一切なし、うん、まあ、でもお邪魔ドロップ変換っていうのもあるんで、その時にマスリン使いたい気持ちにはなるんですね。使いてえな。でも運ですよね、そこは。だってもうそれが発動してるかどうかなんで。見えた、行くぞ。はい、参ります。うお、完璧。ハートが入ってないか、残念。こいつ買ってえな。いや、300万です。買ってえな。今までが98、120、160、300ですね。カッチカチやな。行きます。はい。はい、闇はきっちり処理。オーラキー16倍。ラッキー、うん、強い、きた、強い、硬い、この圧倒的なスキル封印、厳しい。厳しいなこの戦い、うん、行こう、参ります。はい、全然当てらんねえ。マジ？ラー決まってなかったですかね。ハートも入ってなかったし、よかったりなかった。
厳しいなぁ。すげえなぁ。いきます。はい。おぉ、やばい。通常これ無理じゃないですか。私通常攻撃12,030。これ無理じゃないですか私。スキル使用封印があと一旦で解けますよ。おーおーおーおお、ハート2コンボ。よし、ハート2コンボ。通常攻撃だったら12,000でダメージ、お邪魔ドロップ変換。ない、お邪魔ドロップ変換で9000だから、どっちか12,000、12,000、まず12,000。アースガル来ないかな。いきます。はい、頼む。ハート回復、ガッツリ回復、ガッツリ回復。12,000、12,000、12,000、いった。マスリ、それともマスリン、ドロップリフシュ。いいね、いい、いいね。回復からの攻撃もいける。ただ回復2コンボぐらい欲しいな。欲しい。削れ具合にもよるな、これ。私も防御がすごい気になりって、防御どの辺がいいですか。おっしゃー、ここそんなに刺激せずに、はい、ハート2コンボ全力でいった方がいいか。そうですね、そうしましょうか。それでその後立て直して防御からの畳みかけ後半の方がいいかもな。心の安定がやっぱり違いますからね。保険があることないので行こう。行きます。はい、ハート2コンボを割いて参ります。うん、12,000は回復した。おお、通常攻撃12,000。ここから防御の構え発動。はい、防御の構え発動。回復2コンボいるな。いますね。ここからはもう完全に攻撃しながら回復もして、回復 2コンボでラーはもうきついな。2コンボでラーは無理だな、無理だな。回復2コンボでラーは行きます。はい、あ、光が最後つかんかった。ただ防御の構えがあるけど、どう、あー、なんということだ。きつい、きつい。だから難しいな。ブドドラ、グレープシャワー。はい、ハート3コンボプラスアルファいってな。いきます。はい、うーわー、超やっちゃった。はえ、結果俺16倍、結果16倍。
この人バイナー使ってくるんだ。バイナー使ってくる。バイナーない。クイックヒール発動。ソーラーレーザーも使っとこう。ソーラーレーザー。もう多分次くらい削って18,045が来る感じで、もうあとは神の話。もう祈るしかない。カメハメハは悟空とラーが確実に決められるというシーンじゃないか。もうこのタイミングしかないか。ここ色ありますよ、はあ、パズルが無理だと思うんだよな。カメハメハ、はい、発動。参ります。これが最後。おっと、間に合った、間に合った、しゃ、これでどうだ、間に合った、これいいですよ。そしてがっつり解放した。最後はパズルで。マオ先生、これ、はい、強くない？強いし、誰、前回のフリーザより、いや前回のフリーザよりは弱いのこれ、はい、前回より絶対戦いやすい。前回のフリーザ、あ、私アレスパで行ってたからか。あ、多色パで行ってないからか。多色ね、ほんと前回きつかった。前回のフリーザそこまで辛いイメージがなかったんだよね。めちゃくちゃきつかったですよ、前回の方が。感覚で言ったら、あの途中で暗闇されるじゃないですか。暗闇されるのに攻撃ターンがあと1みたいな、そういう辛さを感じてたんですよ。終わってる終わってる終わってる、もう無理なのに何なのみたいな。しかも今回お邪魔も多い。はい、そう、お邪魔が多い、ね、毒もある、暗闇もある、スキル封印、操作時間も減らされる、そうそうそう、全部ある。スキルも封印される。これ多色パはきついわ。俗に言うレスパが、これはそうですね、まあ、何コンボ以上の攻撃吸収も途中で挟まれてるんですけど、それも3コンボなんで、3コンボ以下かな、優しめだね。で、それは優しめですね。はぁ、よかった。いや、悟空との戦いで経験値でかっ、ブーに勝利。そうなんですよ、経験値がすごい。あの前もね、4万ぐらい経験値あったんですけど、ね、本当にすごいです。これもう1回勝ったらランク上がるかな。おぉ、アレスパでやろうかな。そうですね、あと4分後で。ブー、かわいいな、この状態がいいな私。この状態で入れときたいな。ちなみにスコアを見ましょうか。はい、ターンかかったね。はい、41,000点。これ S5 万です。なのでそんなにレアリティを下げないでクリアターンを早めるみたいな形で、みんな5万点取ってるスクリーンショットが上がってます、ね、OK です。はい、皆様、以上でございます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。YouTube でご覧の方は、チャンネル登録を。ニコニコマックスのライブでご視聴の方は、お気に入り登録を。何卒よろしくお願いいたします。では、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。